ウッドデッキ Q&A。 ウッドデッキにはどの程度の基礎工事が必要ですか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。以前ウッドデッキにどの程度基礎工事が必要かお客様からご質問ありましたね。まず基礎をやる前に下から草が生えてこないように防草シートを敷かないといけないですね。それで基礎なんですが、この10センチ角ぐらいのコンクリートの塊ピンクロっていうんですけれども、これを柱の下のところに、モニターで固定する程度の簡単な基礎があれば十分です。でただ、将来このウッドデッキの部分にお部屋を作りたいとかっていうニーズが、あるお宅も、最近は多いので、そういう場合は予算の都合で今回はウッドデッキで、例えば5年後に部屋にしたいみたいな、そんなお宅もあるんですよ。でその場合はもう布基礎って言って、家のこの基礎と同じような鉄筋コンクリートの基礎を作るといいと思います。そうしておけばもうすぐに上のウッドデッキを撤去したら、下の基礎が、部屋用に使えますから、もう土台を敷いて、お部屋をどんどんもう作っていけるという形になります。視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ウッドデッキのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。 cbrbk.com/wooddeck.html で検索してください。フリーダイヤル0120-041-301、お電話お待ちしております。